ドイツ・レッドアント社製回転機械向け早期異常検出システムのご紹介です。まずはじめに本製品の概要についてご説明します。早期異常検出システム MIG16SFE は試験体が完全損壊してしまう前の早期に異常検出することを目的としていますので、 試験体の弱点となる部品を特定することに貢献します。高精度な異常検知を実現することで、試験時間の短縮による業務効率化はもちろん、人的コストや試作コストも削減できますので、生産性の向上に寄与します。本システムによる異常検知については、試験体から振動を計測することで実現可能です。まず、 試験体の正常状態の振動値を計測し、ある程度の時間をかけて学習させることで、式位置を算出します。その後、リアルタイム式位置判定を行い、もし、部品の欠損や予期せぬ動作などの異常が発生すれば、正常状態とは異なった振動、つまり、式位置を超えるような振動が計測されますので、異常を検知することができます。 また、試験体の稼働状況を把握するためのリファレンスとして、回転速度、トルク、油温などの信号も同時に計測することが可能です。本システムのフローを簡単にご説明します。試験体から振動とともに、回転速度、トルク、油温などの信号も同時に計測します。 振動以外のパラメータから現在の稼働状況を把握します。稼働状況別に計測した振動値から式位置をそれぞれ学習します。振動の式位置がまだ算出されていない稼働状況下においては、式位置学習のためのデータ収集を続けます。また、 振動の式位置がすでに算出された稼働状況下においては、式位置判定が行われます。ある稼働状況下において、計測された振動値が、式位置の範囲内であれば、正常とみなし、データ計測を続けます。一方で、ある稼働状況下において、計測された振動値が、式位置の範囲外の場合は、異常とみなし、 アラームを発生させます。次に本システムを使用したアプリケーション事例をご紹介します。本システムを用いた代表的なアプリケーションの例として、回転機械の耐久試験が挙げられます。特に耐久試験においては、 壊れ始めの部品特定を目的とした寸止め試験の実現に役立ちます。システム構成としては、お客様の既存のベンチ設備に本システムを付帯させるようなイメージとなり、試験体から直接加速度や回転速度を計測し、テストベンチからトルクや油温などの信号を本システムに入力します。また、異常検知した際のアラームとして、 信号を出力させることができますのでテストベンチの制御盤と連携し耐久試験を自動で停止させることも可能ですこちらが実際に本システムを用いて異常検出された部品および損傷の一部になりますギア単体であればギアの大きさにもよりますがファイ1形状のピッチングを検出することも可能です 続いて本システムの特徴をご紹介します。冒頭でもお伝えした通り、本システムは試験体から計測する振動を用いて異常検知を行います。振動を異常検知の指標に扱う理由は外部要因の影響を受けにくいため、試験体由来の異常を検知可能であり、周波数分析や 時数比分析を活用することで破損部品を特定することに役立つためですこのように実際は計測した振動データを活用し異常判定用の指標に変換して判定を行います試験体の稼働状況によって振動値は大きく異なりますよって 高精度な式位置判定を行うためには、現在の稼働状況を把握し、稼働状況に応じた振動の式位置を学習する必要があります。本システムでは、試験体の回転速度、トルク、油温などの任意の情報を入力することで稼働状況を把握し、各稼働状況別に振動の式位置を算出することが可能です。 実際ののソフトウェアの画面です。このように各計測データが表示され敷地判定の様子をモニタリングすることができます。よって測定値と敷地のトレンドをリアルタイムに確認し試験体の状態を常に監視することが可能です。また後解析ソフトも充実しており異常部品を特定するためにデータの再解析なども行うことができます。 最後になりますが、レッドアント社および東洋テクニカは、本システムのサポートやコンサルティングに力を入れています。振動計測などの経験をされたことがないお客様でも、安心してご使用いただけるようにアドバイスをさせていただくほか、データ解析などのオンラインサポートも充実しております。また、製品評価のための無償デモも受けたまわりますので、 ご評価を検討いただけますと幸いです。測る技術で未来を作る東洋テクニカ